やっぱいたか、旗！ここで決着つけようぜ。どこ見てんだ？ちょタンマ！まだまだ！まだまだ！どこ見てんだ？まだまだ。おらおら。うひょー。どうよ。どこ見てんだ。まだまだ。どこ見てんだ。長年の構想劇にやっと決着がつくな。あたよ、おめえに襲われた傷が今でもうずくんだ。けどよ、そのおかげでおめえの存在を常に認識して生きてこれた。翌週になっちまったお前は覚えていないだろう。俺の目の前で同僚を殺して、俺は半殺しにされた。先週やっと目覚めたんだ。効き目の強い薬を使って俺は蘇った。副作用も半端じゃねえ薬だ。そういう意味じゃ、俺も翼をもがれた側の人間だぜ。だからよ、あの日の恨みを忘れた日は一日たりともねえんだ。殺すのが惜しいぜ。待ちに待ったのに。なんつうか、なんだこの違和感は。そうか、翌週の存在を刷り込まれたのか。前置きはここまでだ。あた、その名前も今日知った。死ね、紅の痛みを味わえ。青山さん、もういいじゃないですか。これだけやら十分でしょ。復讐できてよかったじゃないですか。俺も嬉しいですわ。よく来れたな、ここまで。ええ、全然楽勝っすよ。誰もいなかったのか。全然。でも大したことなかったんじゃないですか、この翌週。ああ、変な手応えだった。すっきりはしているんだが、翌週に引っかかる。まあいいじゃないですか、終わったんだから。赤間、てめえ。ミューズなんて存在は無意味ですわ。ここには誰もいない、何もない。この土地には何もなかった。そう、ただの実験場だったんすわ。てめえが黒幕だったのか。黒幕とか悪役とか、この時代に様式は必要ないんですわ。強い存在が表舞台に出る、それが重要。抑止が強いってか。あんなのは弱者の象徴だ。人間の外側で武装する鎧みてえなもんだ。所詮化け物だ。人の上に君臨できるわけがねえ。そのうちボロが出るぜ。もう出てるんすわ。だからミューズなんてハレンチな存在を勝手に製造する、こっちの許可なく無断でディーバの名を汚すなんて、恥を知ればいいわけよ。もう少し交通整理して、工程を見直し、流れを作って、高貴な血を失わない努力が必要なんですよ。組織の団結力が必要なのに、俺はこのざまだ。パチモンの処理ってどういうことだ。愚痴は終わったか。でもいい勉強になったっすよ、青山さん。何が？その強気な姿勢に感服ですよ。無謀でいいよ、あんた。そうだろう。諦めるってことが苦手なんだわ。
ギャグじゃねえんだからよ。それは反則だぜ。